日本岡山県総社市下原下原は岡山県総社市の町名。現行行政地名は下原一丁目から下原指定目。住居表示実施済みの地域。郵便番号は719-1145。岡山県総社市下原に所在する、朝日アルミ産業の航空写真下原は岡山県総社市の中でも高橋川の西岸に位置する。住宅や田畑が広がる。 田園都市である。また、伊藤武山がある。住宅地の地下は、2017年の工事地下に掲載されている。岡山県総社市下原の航空写真もともと、下原村は、備中国の下道郡に属していた。律令制の下では、下道郡の軍馬は、旗原橋に設置されたと伝わるが、この軍馬は、下原村の近辺だったと推定されている。 江戸時代に入ると、爆藩体制の下で、岡山藩の藩領となった。1871年7月14日、廃藩地県により、岡山県は発足し、下原村も岡山県に属することになった。しかし、同年には、第一次府県統合が行われ、不活県に属することになった。さらに1872年には、小田県に属することになるなど、属する県が、 二点三点した。1875年には、第二次府県統合が行われ、岡山県の管轄となった。1877年には、下原村と八代とが合併して御所村となるも、1881年には、分割されることになり下原村と八代村とに分かれた。明治22年には、町村制が施行されたことから、市町村合併の機運が高まった。 分割されていた下原村と八代村に加えて上原村や富原村も一緒に合併することになり上有村が発足した。また1900年には軍政が施行され下道軍と海洋軍が合併することになり新たに紀尾軍が設置された。1951年には上有村と服部村が総社長に編入合併された。 さらに1954年、日比郡の新本村、山田村、釧路村、池田村、麻生村、総社町、筑波郡の時和村とが新設合併することになり、総社市が発足した。これにより、現在の総社市下丸が成立した。総社市の公立小中学校に通うことができる。ありがとうございます。